と比較してみてください。これ速達よりも手元の画面を見てくださいね。これはミレーの落ち穂広い、落ちが広いと書かれているんですが、落ち穂ですから、麦を拾っている場面、小麦を拾っているんですけどね、この絵は名作ですから、初めて見る人、こんなに見たことないよって人、多分いないだろうと思いますね。いわゆる名画の代表作みたいなものなんです。この絵を見てですね、皆さんどんなことを感じたり、考えたりするのかを、ちょっと考えてみましょう。ということなんです。絵を見て感じたことを文字でちょっと記述してみましょうっていうことなんですけれども、美術鑑賞教育のですね、方法の一つとして、見た時の状況、絵を見ながらそれを文章化するという方法があります。それをこれからちょっとやって皆さんに確認してほしいなと思うんですね。で、本当はですね、あと5分ぐらい皆さんに伺います。このように見て思ったこと、感じたこと、好きな通り書いてみてください。3分から5分ね、ちょっと立っててもらうからね、ということもやったことあります。でもね、半分ぐらいの人はね、書けないんです。何書いていいか分からないから。で、3分の1とか4分の1ぐらいの人はね、ポン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 って書ける人がいるんです。全く書けないことをスラスラ書ける人がいます。それは経験にもよるんですけれども、どちらかというとですね、そういうことをやったことがないものだから、絵を文章に、自分の感想を文章にするっていうことを一度もやったことがない、そういう人にとってはですね、なかなかどうしていいかよく分からないということです。手が動かないっていうことなんです。ですから今日は皆さんにはそれはやってもらえませんが、代わりにですね、私がですちょっと作文してみます。それを紹介しますので、ちょっと聞いてください。ここに書いてあるんですけど、皆さんは画面に、画面というか、こちらよりも手元のですね、このカラー図版ですね、これを見ていてください。いいですか、ちょっと読み上げてですね。私が書いた史実観測です。いい天気だな。でもちょっと、夕方かな。3人のおばさんがいるな。落ち穂拾いっていうタイトルだから、小麦の方を拾ってるんだな。左側の2人は、こんな風に腰を曲げて結構辛そうだな。右のおばさんは腰が痛いからちょっと腰を伸ばしてるのかな。しんどい作業だな。遠くの方には、収穫を終えた荷車いっぱいの小麦の荷馬車があるな。左上のこんもりとした黄土色は、これは小麦を積み上げたもんだな。結構たくさん取れたな。よく見ると人がいっぱいいるじゃない。あれ、右側には家の屋根も見えるな。何乗ってる人もいるな。すごく上手だな。いい色だな。左の二人がかぶっている土みたいなのが、渋い赤と青で、なかなか気が利いてるな。静かな感じだな。農村の秋のそろそろ収穫が終わる頃のちょっと嬉しさもあるのかな。のどかな感じだな。やっぱり名画だな。そういうふうにです。はい。これは絵を見たときに自然にですね、こんなふうに思うよな、そうだよな、次こっち見たらどうだろう。そういうふうな、そのままを描いたものです。これ、直感的な感傷、イコール感想。の例ですよと言いました。じゃあもう一方の分析的な感想の例というのはどういうものかというのをちょっと比べてみましょう。ここではですね、題材という観点、テーマですね、題材という観点、それから描き方、造形性という観点、あるいはこの作品がどういうふうに評価されているのかというような観点、大きく3つ挙げてみましたけど、実はこういうような中身はですね、絵が展示してあるところの脇に作品のタイトルと制作面なんかと合わせてですね、こういうことが書いてある文章をペタッて貼ってあるものが結構多いんです。これキャプションと呼びます。キャプションと呼びますね。絵の脇にある説明文です。それには結構こういうことが書いてあるんです。
ですね。実は客観の内容は分析的な解説が行われているわけですけれども、今、書いたものです。例えば評価、あ、評価じゃなくて、ね、これは代表の部分。つまり、この作品の抜群の好感度と親近感、身近な感じの原因というものは何よりそのテーマにある。落ち穂拾いは非暴力、老人、孤児などの貧しい人々に収穫の後の畑に散乱した落ち穂を拾わせる中世以来の習慣である。農村共同体は弱者を保護するためのものである。ミレーの落ち穂拾いはこの貧者を象徴する過酷な農作業を描く作品であるという表現で説明がなされています。で、造形性のことから言いますとですね、感傷的な画本とともにミレーを筆頭付けているのが骨太の確かな造形である。この造形はフランスの六絵画のモデリングの成果を真似している不思議なものである。で、こちらの後ろの方ですね、シャルダンという作家がいます。このシャルダンの確かなモデリングとフェルベールという 作家のですね、色彩を共に取り入れたところがミレーの画風の特徴ですね。こういうふうに造形性的に説明がなされています。評価、まあこれはいいんですけど、ミレーは写実主義の立場から独特の力感あふれるモデリングによって市民感覚あふれる造形を確立したというような感じ。今ざっと見てみました。こういうふうにですね、分析的な感触というものは、作品のこういう面に関してはどうだろう、この面はどうだろうということでバラバラにして調べ上げて検討していく、そういう方法です。で、実はこの脚本にはですね、そういうような感じで描かれた、文字が書かれて、説明が書かれているんですけども、大体こういう踏み出しはないです。ですから、多くの人がさらにこう乗り込んでですね、説明を読んでも、なんかよくわからないんです。何が書いてあるのか、ちょっと聞いてこない。っていう程度に収まってしまうんですが、あれは実は分析的な鑑賞の方法をサポートする中身なんですね。だからちょっとこう、そこを理解しないとわかりにくいということなんですね。ですね、直感的な鑑賞、そして分析的な鑑賞、言葉を変えると感想と批評、2種類の見方があって、その違いはどこにあるのかっていうのはお分かりかと思います。じゃあ分かった上で、それらの違いを分かった上でミレーの落ち穂拾いの絵をですね、もう一回確認してみたいと思います。このミレーのではほとんどの人が好ましいと思っている絵の代表的な絵だと思うんですよ。この絵を見てですね、何が描いてるかわからん、こんな絵は嫌いだっていう人はほとんどいないはずなんですね。それはおそらく皆さんが直感的な感傷イコール感想のレベルにおいて、感想のレベルにおいてこの絵の意味をすでに直感的に理解できているということです。作者であるミレーが何を表現してしたかったのかなっていうのが、なんとなくこう誰もが分かっちゃう、そういうことだと思うんですね。でもこの絵には直感的な感傷じゃ分からない、もっと深い意味が込められています。だから分析的な感傷、分析的な感傷によって分かっていることイコールこれは知識です。この知識と自分の感想と合体させて再度この絵を見るということを行ってみたわけです。ミレーは相当知識が入ってますよ、今度ね。バルビゾン派と呼ばれる森の中、村に集まったルソーとそういう作家と一緒に農民の生活とか農村の風景の、表現を目指して自分のグループだった、その一人なんですね。この落ち穂拾いの絵っていうのは当時のフランスの農民社会の中の極めて悲惨な部分を描いているということなんです。そして農村社会の一つのルールを描いているということで、単にロマンチックな絵じゃないぞということが先ほどの説明で分かったと思うんですね。最初にですね、私自分の感想としてこんなこと書いてます。3人のおばさんがいるなと島出てちょっと辛そうだな、それから収穫が終わる頃のちょっと嬉しさもあるのかな、どこかだなとか書いてきますけども、
その後ですね、分析的な鑑賞による批評からの知識を加えてみると、初めの感想はだいぶ変化してきます。実は、この3人の夫人たちの夫は死んでしまっていた。つまり3人とも未亡人だった。落ち穂を拾う権利を持っていたのは未亡人や子供や老人だったんですね。それが当時の習慣だったんです。つまりその頃の農民自体が、その頃の農民自体はですね、都市に住んでいる中産階級からは搾取されて、非常に貧しいレベルにいたわけですね。農民自体はですよ。その貧しい農民の中でも、夫に死なれてしまった夫人や家族というのは、もっともっと貧しい、そして悲惨な生活を送っていたんです。農民以下のいわば最下層階級の人たちだったんですね。だから普通の農民たちがその人たちの生活を思いやって、自分たちの収穫が終わってからは畑にこぼれている落ち穂をその人たちにどうぞ拾っていいですよと解放をしていたわけです。ミレーはそうした農民たちのお互いにこう思いやる、そういう配慮に胸を打たれて、悲惨な現実の中でもたくましく生きていく彼女たちを描く、尊敬に生きた者たちの中で描いたんだろうなと思うんです。そう思ってもう一度この3人の夫人たちを見てみるとですね、すごくたくましくて堂々と描かれているように見えてくる見えてくると思うんですよ。おばちゃんたちとか、そんなの呼び方が決してできない気がしてしまいます。そして当時の社会の現実をそういう目で見つめて描き直すことができたミレーっていう画家の優しくて清らかな精神性というものが、この絵の背後に控えているような気になっている。おそらくミレーはですね、この絵に描かれている情景を目にしたんだと思いますね。この通りじゃないですけどね、こういう情景を目にしたと思います。これはミレーの目が見た、おそらく現実だったんだろうと思いますね。わかりやすく言えばミレーが撮影した写真だということが言えるかもしれない。そして今この絵を見ていると私たち一人一人もミレー自身であるということが言える。そうするとミレーがどんな気持ちでこの絵を描いたのかということが、ミレーがどんな気持ちでこの絵を描いたのかということが少し分かってくる気がすると思うんですよ。さっき最初に言った鑑賞とは作者になりきること、イコール追体験、追創作だと言ったわけですけれども、ミレーの気持ちが分かるっていうことは、あなたがミレーになってるっていうことなんです、ね、だから鑑賞とは作者になりきるという、そういう意味も少しは分かってもらえるかなと思います。